はい、ここは岐阜県可児市にある湯の花市場。湯の花市場とは、生産者、加工業者が直接湯の花市場に商品を運び、自身で価格を決め、お客様との対面販売を基本とした産直市場です。中には漁港直送の魚太郎さん、品質のこだわり養老ミートさん、全国有名な米を取り扱う米の蔵さん、その他お祭り広場、本格韓国食材、地域特産品コーナーなど見どころはいっぱいの市場です。またこの地は織田信長公の母土田御前生誕の地としても有名。こちらに家系図がありますが、大河ドラマでは檀れいさんがその大役を演じられていましたよね。併設された店舗は様々な屋台が並び、光秀横丁として明智荘の街並みが再現されています。その横には大河ドラマ後半の主な出演者が大きなパネルとなって案内されています。だんだんと華僑に入ってきましたね。今回はこの岐阜県産の十兵衛餅と十兵衛ラーメンを使って2品お届けしようと思います。Thank you.